はい、どうも皆さんこんにちは、カズと申します。スパイダーマン、PS4 のね新作続きからやっていこうと思います。ちょっとねネットのね通信制限ねかかってしまってね、ちょっとね動画アップがねなかなかできない状況になってて、ちょっと動画更新頻度が今月は遅くなると思います。申し訳ないですね。楽しみにしててくれる人いるのかな。まあいい、そんないないと思うんですけど、まあということでね、なんかね1日ね30ギガ以上のものをねアップデートがねアップデートしすぎるとね、なんか通信制限かかる、まあみたいでね、ちょっとそれかかってしまってね、知らなかったからね、ちょっと動画一気に更新しすぎる日があったりしたんで、ちょっとねまあ最悪の事態に陥っております。でもねまあ気を取り直してね頑張っていこうと思うんで、見てくださる人ねいたら本当嬉しいんで、まあ今後ともよろしくお願いします。まあ今回ねスパイダーマンねウェブスイングがねリアリティあってね、こうやってトリックとかもトリック決めれたりしてね楽しいね。ムーンサルトとかねスパイダーロールとかねできるからね。あとスピード感があるね、前作より壁登ったりパルクールアクションパルクールアクションとかあるからね、こうやってピュッとね、まあ、こんな感じっすね。まあメインミッションかな、やっていこうかな。 OK、 こっか。遅れてすみません。ピーターすごい、毒奥義出てくるんだ、これは知らんかった。始めてたんですか。じきに委員会のトップがやってくる。心配するな、開発したのは私だ、一人でやれるよ。すげえな、本当まさに見る映画って感じですね。見る映画やねえな、プレイする映画やね。あ、まずい、止めた方がいいんじゃ。まだだ、やばいよ博士。いやドクターオクトパス誕生じゃないですか。博士、怪我は。また失敗か。だがあと一歩だ。怪我は？いや、全部僕のせい。そのエネルギーレベルが予想以上でね。だが言い換えればこれも研究が進んでいる証だよ。そんな風には見えませんけれど。本当だ、次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます？ピーター、今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。ほんと最悪、制御装置が効かないなんて。すごいな。博士には休めって言われたけど、原因を確かめなきゃ、ね、ああひどい姿になっちゃって。何これ、アーム動かせるけど何かあんのこれ。何がまずかったのかな。ピーターも研究者科学者として頭いいからね。オクタビアスインダストリーズ、何これ、診断結果、回路が焼けてる。くそ、あーなんだ、僕が事前チェックしてれば絶対見つけてた。ピースをつなげる、ここにつなげるのっていうこと。
速、うん、はい完璧。オッケー、サーボ制御のルートを変えてっと。ちょっとここカットしようかな。いいぞ。はい、オッケー。次はそしたら今度は電圧を再調整。電圧を再調整。終わり。オッケー。はい、オッケー、クリア。それじゃ試してみるか。オッケー。新品同様。オッケー。動きが良くなったよ、滑らか。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。今やっちゃおうかな。これか。未知の物質発見。博士は義手の新しい素材をテストしてたんだ。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、強力だけどインピーダンスが高い。他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。よ、わからんけど、まあいいわ。よし、これ以上ヘマしたくないし、帰ろ。さて、次は何？本当の仕事クリア。スパイダーマン、こちらユリ。フィスクはもうライカーズ？ライカーズじゃない。あいつはビップ待遇されるらしいから、ラフト刑務所。ラフト刑務所ね。スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと？フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。すぐ行くよ。よっしゃ、ポポーンと行こう。うん、ファクトニュースの最新号か。僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースへようこそ。ジェイムソン。リスナーとこの街の問題について語るのはおなじみピューリッツァー賞を受賞した二度な二度も受賞したデイリー・ビューグルの元編集長だ。本の宣伝。ジェイムソン、いつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると追加でサイン入り版をゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。諸君、ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースだ。世界にあふれる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ、喋って。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。そうだ、だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。なるほどな。それで君は警官か検察か、それとも私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。あ、いや、配管業者。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。暗黒内のボスについての豆知識だ。相変わらず口が悪いな、ジェームさん。金のチェーンをジャラジャラ身につけたチンピラどもが次なるゴッドファーザーの座を狙い出すギャングの構想を開始ってやつだ。だがあのウェブヘッドが気にすると思うか。ここ、ね、なきゃない。テレビに。OK。禁煙したんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの？くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。で、話って、パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？ああ。パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね。オズコープ。1時間前までは。ん？システムがダウンしたの。街中、根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業かもね。犯人探しはあと、今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。うん、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？なんだこのタワーを見てみるか。タワー周波数が変更されてる。やるな。
深呼吸を合わせる。 OK。 これも直していく感じなのかな。タワーがオンラインに戻ったみたい。さすがね。 OK。 見かけ倒しじゃないでしょ。ともかく他のタワーも直してくれない。マジか。もちろんね。ところでさ、直す途中でタワーに同期したら近くの犯罪データが送られてきてさ、この辺で窃盗が起きてるみたいなんだ、うん、助けに行かないと。ちょうどいい。近くに部隊がいるわ。いいって、僕が行く。にっけ。やれ。何してんの。やってろよ。おお、結構いるけど余裕っしょ。鍵忘れたって感じじゃない。ウェブストライク食らえ。ガードされた。ホールドステアランチャー、空中コンボ。 OK。 このね、周りのものもなんか利用できるからね、これすごい。 OK。 痛い。あぶね。だいぶね、操作慣れたね。 OK。 こいつ変わってえな。めっちゃガードするやんか。 OK。 エアランチャー、エアランチャーか、エアランチャー。 OK。 フォーカスゲージフル。倒した。 OK。 かっこいいな。よし、退治完了。ありがとう。今度は近くで暴行事件ね。ついてるね、ユリ。装備を作ろう。君のお気に入り、こわもてだけど憎めないベテラン刑事の登場だ。え、ちょっとやめて。もうそれはやらないって約束。スパイダーコップ。勘弁して。OK。どんどん犯罪を止めていこう。やばい、くっついた。垂れ込んだのはてめえか。近寄るんじゃないよ。危ないよ、お嬢さん。ああ、こいつだよ。近寄るなってば。そんな6人がかりで女の子、悪いやつだ。騒ぐんじゃねえ。話してやれ。話せ。よっ、またこいつ勝手やつか。いやお、ちょ待って待って。いや、強すぎやった。これで固めて倒すのか。やばいって。 OK。 動くんじゃないよ。 OK。 OK。 やばい、回復したい。 OK。 OK。やばい。動くんじゃない。オッケー、あと一人。完璧じゃないね。手を出せばこいつを殺すぞ。離してってば。どうする。なんだ。人質を含め L でターゲットになり、ワンデブ機を使う。いや。オッケー。さすがです。で、終わり？もう大丈夫ですよ。やっぱりジェイムソンは間違ってたんだね。あんたは変わり者だけど、いいやつみたいだ。ありがとう。行く当てはあるんですか？心配いらないよ。あ、もちろんそうだよね。でも参考までにフィーストセンターっていう場所があるんだ。知ってるよ。施しはごめんだね。美味しいパンケーキがあるんだよ。町一番。母さんがよく作ってた。そうか。もう長いこと食べてないけどね。行ってみるよ。ありがとう、スパイダー男。じゃあね。じゃなくてスパイダーマンね。へえ。上に登って次のタワーを探そう。待ちか。ああ、
空高く舞い上がり、スパイダーコップは次の目的地、監視タワーを探すのだった。ケイ、それってナレーションのつもり？え、まさかあんなわけないだろ。スパイダーコップに手を焼く所長、二人の溝は深い。頼まなきゃよかった。さすがスパイダーマン。スクランブル会場を改良すれば犯罪以外も追跡できるようになるかも。なんだ？もうバックパックやないあれ。成功！タワーがいろんな無線タグの信号を受信し始めた。この近くのは何だろう？よっ。バックパック。うわぁ、びっくり。僕の高校時代のバックパックだ。忘れてんのかい。そういえば追跡ドットを仕込んだんだっけ。新しいガジェット。街中探せば他にもあるかも。うわ、いっぱいある。いや、どんだけ置いちゃう。置きすぎでしょそれは。いや、やりすぎ。すげえ。何やってんのスパイダーマンさん。おー、まだいる？数ブロック先で強盗よ。スパイダーコップ了解。見た目は雲男でもハートは警官。ああ、はい、じゃあね、ちょっと今回これで終わろうと思います。ちょっとね、ネットの通信制限かかっちゃってアップがちょっと時間かかるからね、なるべくちょっと短い動画でちょっと多めに出せるようにしていこうと思うんで、よろしくお願いします。ちょっとね、1日おきになるかな動画更新なんで、ちょっとよろしくお願いします。じゃあ今回はこれで終わろうと思います。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。